大分県内の海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。今日は海洋ごみ問題の解決を目指す日本財団の取り組みをご紹介します。7月20日、東京赤坂の日本財団で廃棄漁網由来の再生原料を使って開発したカバンの発表会が開催されました。この取り組みは海洋プラスチックごみの削減を目的としていて、カバンの生産量が日本一として知られる兵庫県豊岡市を拠点とする豊岡カバンなど、国内の複数企業が連携することで実現。今回およそ50個の試作品が展示されました。発表会には日本財団の笹川会長や小泉環境大臣らが登壇。廃棄物に付加価値をつけて別の製品に生まれ変わらせる新しいリサイクルの形、アップサイクルへの期待などが話されました。廃棄漁網の資源活用が促進されることで、海への不法投棄防止などを促す効果が期待されています。日本の海岸に漂着している海洋ごみのうち、漁網やロープが2割から3割を占めると言われていて、海洋環境保全に役立つ商品やサービスの開発を加速させることが課題解決への糸口として期待されています。今回発表された商品は10月1日から豊岡カバンオフィシャルショップで販売される予定です。気になる方はぜひチェックを。また海と日本プロジェクトの創設に携わった海野光幸常務理事が国土交通省の海事関係功労者大臣表彰を受賞しました。海野さんは海洋開発産業を担う人材育成のための産学官一体となったコンソーシアムの設立などに尽力したことが評価されました。次世代の子どもたちに海の原体験というものをちゃんとしてもらって、でさらにはこう海心で、これをいかにこう子どもたち の, この頭の中、心の中に、つけていくかということをさらに、注力しながら、さまざまな、事業展開のことを図っていきたいと思っています。海と日本、海と日本プロジェクト in 大分県、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。